こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。手相知識を使いながら心が軽くなる配信を目指しております。 YouTube チャンネル登録者10万人を目指して日々発信させていただいております。いつもご覧になっている方ありがとうございます。登録がまだお済みでない方、ぜひお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。手相をご自分で見るときのポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日は小指の下から人差し指へ向かって伸びる線、感情線の先端が3方向に枝分かれした形で出る線、アゲマン線について解説していこうと思います。アゲマン線とは、親しい異性の運気を引き上げてくれるとされる良い意味を持つ手相です。男性がこの層を持つ場合はアゲチン線という名前になるのですが、今回はアゲマン線という名前で紹介させていただきます。この手相を持っている人は、彼氏や彼女、夫や妻の仕事運を上げて出世に導くと言われています。まず最初にアゲマン線の見方を解説させていただきます。アゲマン線は感情線の先端が3方向に枝分かれするものを指します。例えば2本が同じ方向を向いているとか、1本だけ短いというものはアゲマン線にはなりません。また枝分かれした線すべてが同じ古差であるものが条件になります。もしも感情線の先端部分が三股に枝分かれしていたとしても、線が細い薄いものはアゲマン線にならないので注意しましょう。アゲマン線に似ていて見間違いやすい手相があります。感情線の先端あたりから横下斜め下に向かって弱々しく細く出る視線が出るものです。この層は慈愛線と呼ばれ、自分よりも他人を優先したり、困っている人を放っておけないなど心優しい性格を持っている人です。ただし慈愛線にはいい意味だけではなく、悩みやすい、落ち込みやすいなどといったネガティブな意味も含まれます。このような部分から右手か左手どちらか片方の手にアゲマン線がある人の確率は100人に1人ぐらいだと言われています。また両手にアゲマン線がある人の場合、その確率は2000人に1人とされます。アゲマン線の確率を調べてみると、なかなか見かけない珍しい手相だとわかります。アゲマン線があるのにパートナーに恵まれませんとか、離婚したことがあるというようなお話もいただくことがあります。どうしてそのようなことがあるのか、理由としては2つが考えられると思います。1つはアゲマン線の効果によって成長した異性に対して自分自身が興味を失ってしまったというパターン、もう1つはアゲマン線の効果で相手が出世し自信がついた人が傲慢な性格に変わってしまったという、このパターンがあるのではないかと考えられます。なのでアゲマン線があるからといってパートナーに恵まれるとか絶対に離婚しないという考え方にはならないということだけは押さえておいた方がいいでしょう。ここからはアゲマン線を持つ人の性格的特徴を解説していこうと思います。まず一つ目は明るく社交的な性格の人だということです。アゲマン線がある人は明るい性格をしていて、コミュニケーション能力が高く社交的な人が多いです。ポジティブ思考な人が多く、普段から前向きな発言を意識していて自分のご機嫌を取るのが上手です。さらには嫌な出来事が起きたとしてもいつまでも悩み続けないようにしているでしょう。明るく前向きで終わったことに対してネチネチと愚痴を言わないさっぱりした性格が、一緒にいるパートナーの心も明るくさせていると考えられます。二つ目の特徴は優しくて聞き上手な点です。アゲマン線がある人は人の感情の変化を敏感に察して相手の気持ちを汲み取った行動や発言ができる人が多いです。さらには相手が今何を求めているのかを無意識に感じ取れることから聞き上手な特徴を持っています。このようにアゲマン線を持つ人は優しくて聞き上手な性格ですから、周りの人の心を癒し落ち着かせてくれます。そのためアゲマン線がある人と一緒に過ごすことで精神が安定し、ストレスも緩和されていくと考えられます。3つ目の特徴としましては、精神的に自立しているです。アゲマン線を持つ人は精神的に自立していて大人な性格であることが多いようです。精神的に自立している人は自分をしっかりと持っているので、人の意見に流されたり人に頼りすることがないです。反対に精神的に自立できていない人は、その場の空気に流されて浮気に走ってしまったり、パートナーに依存して重い人になってしまうことがあるでしょう。
パートナーは精神的に自立しているアゲマンセンがあるパートナーと過ごすことで、自らも精神的に自立でき、大人として自覚が芽生えて成長していくことができると考えられます。次はアゲマンセンが片手にある、両手にあるの違いについて解説していこうと思います。どちらか片方の手にアゲマンセンが現れている人の場合は、現在のパートナーの成功を願ってサポートしてきた結果、アゲマンセンが現れたと考えていっていいでしょう。両手にアゲマンセンがある場合は、生まれつきの才能と後から身についた努力や経験が組み合わさった結果、最強の運気を持っていると言えます。両手にアゲマンセンを持っているのであれば、現在のパートナーがまだ気づけていない能力にいち早く気づき、その能力を開花させる力を持っている人と言えます。誠心誠意サポートすることで、パートナーに社会的な成功をもたらすでしょう。ここからは少し稀なケースのアゲマンセンについて解説していきます。稀に分岐が4方向に分かれる方もいらっしゃいます。この場合は三股のアゲマンセンと同等の運気を持っていることになります。ただし分岐が4本あるうち1本でも薄い弱々しい線がある場合、その人が恋愛に疲れてしまったという暗示があるようです。アゲマンセンを持つ人は優しくて思いやり深い性格をしていますが、相手に尽くしすぎてしまうことがあるため、自分を見失わないように注意が必要です。稀に感情線が小指に近い付近から始まっている方がいらっしゃいます。このような視点で先端が3方向に枝分かれするアゲマンセンを持つ人は、物事を現実的に考える特徴が加わるため、パートナーができたり結婚したをきっかけで金銭感覚が鋭くなりやすいです。感情線が直線的な形でアゲマンセンを持つような方もいらっしゃいます。このようなアゲマンセンの持ち主は、怒りや悲しみといった負の感情をコントロールする力に長けているという特徴があります。突発的なトラブルに巻き込まれたとしても、冷静に状況を判断し落ち着いた対応ができる人ではあるでしょう。乱れた感情線で曲線を描くような形でアゲマンセンが出る方もいらっしゃいます。この場合、やや注意力散漫な状況だというのを表しています。一つの物事、一人の人に集中することが運気アップのポイントになります。例えばパートナーを仕事で出世させたいと思う場合は、相手の持っている才能のうちこれだと思うもの一点集中で伸ばしていきましょう。ただでさえ熱しやすく冷めやすい特徴を持っていたり、好奇心旺盛な方にもなるので、複数の物事を同時に進めようとしたり、いろんな人に目移りすると運気が下がる原因となるため注意しましょう。感情線が人差し指の付け根付近まで伸びている形でアゲマン線を持つような方もいらっしゃいます。このようなアゲマンセンの人は素直な性格をしていることが多く、周りの人から好かれやすい雰囲気を持っているでしょう。パートナーをしっかりと支えてあげることで、恋人夫婦関係が安定し、お互いの運勢がさらに高まっていきます。ただし、アゲマンセンが長ければ長いほど独占欲が強いことの表れになるため、嫉妬深くなりすぎないように気をつけましょう。アゲマンセンに薬指の下、縦に落ちる線、太陽線がくっついているというタイプがいらっしゃいます。この場合はパートナーの財運、人気運、成功運を引き上げ、運気を好転させる力を持っていると言えます。例えばパートナーが仕事で実力を認められたり、努力が実って給料が上がるなどの可能性を持っていると言えます。さらには感情線と太陽線が接近しているアゲマンセンの人自身も、パートナーができたり結婚するのをきっかけに大きな幸運をつかめると言えるでしょう。このアゲマンセンを持つ人はお金に困らない満ち足りた生活を送れるとも言われています。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。